はいどうも、みんなのヒーローゆうきです。今日はね、これ100円ショップのダイソーで見つけてきたんですけども、プチブロックっていうやつ。なんかね、ナノブロックとすごい似てますよね。あ、ダイソーでナノブロック売ってるって思ったんですけども、よく見たらプチブロックっていうやつなんですよね。でもブロックの形状はもうほぼほぼナノブロックと一緒。対象年齢12歳以上。なんかね、いろんな種類のやつ売ってたんですけど、今回はこのインコ、混合インコ、これをね買ってきたので作ってみたいと思います。ちなみにこっちがナノブロックです。大きさ的にもねあんまり変わんなくて、で普通ナノブロックってこのぐらいのサイズのやつって500円とか600円とかするんですよ。高いやつだと1000円とかするんですけど、これね100円ですよ。100円でねこれ遊べたらいいですよね。でも100円でじゃあそんなにねちゃんと本当遊べんのかということで、実際に作ってみたいと思います。はい、ではオープンしていきます。はい、これ説明書ですね。説明書もナノブロックと一緒で、図解でカラーで分かりやすそうですね。であとこれがブロックのパーツ。はい、では作っていきましょうか。まずねこれ最初全部バラバラっと開けちゃいます。ナノブロックのパーツと比べてみましょうか。ピカチュウ、ナノブロックのピカチュウですけどね。説明書も似たような感じですね。パーツもほとんど一緒です。こっちがナノブロックで、こっちがプチブロック。もう見た感じ全然一緒なんですけども、はまるかどうか。あ、やっぱねはまんないんだ。裏の作りがね違うから、お互いはまんないようになってます。ナノブロックは表面にねKっていうマークが入ってるんですけども、プチブロックの方には特に何も書かれていませんね。じゃああとこれですね、ナノブロック専用のピンセットなんですけども、これでプチブロックをつかめるかどうか。ちなみにナノブロック専用のピンセットは先端が丸くなってるから、ここでブロックをねこうやってしっかりキャッチできるんですけども、プチブロックもつかめるかどうかですね。あ、一応ねプチブロックもちゃんとキャッチできます。なのでピンセットはね、一応このナノブロック専用のピンセットは使えるということが判明しました。じゃあ作っていきたいと思います。まずは第一工程からですね。感覚的には本当にナノブロックと一緒ですね。次、工程2やってみます。では次、工程3に行きたいと思います。だんだん胴体っぽくなってきました。では次、工程4に行きます。多分尻尾の部分ですね、こんな感じです。では次、工程5に行きます。工程6に行きます。顔です。次、工程7行きます。はい、だんだんね完成に近づいてきましたね。頭が完成、胴体と頭をドッキングしていきます。はい、こんな感じになりました。最後、工程9。あとはこの本体とこの土台の部分を合体して完成と。はい、完成しました。こんな感じです。インコですね。本当にもう木の小枝に止まってるインコ。なかなかいいクオリティじゃないですか。パーツは若干このくらい余りましたね。はい、というわけでプチブロックのインコ完成しました。結構ねクオリティ高いですよ。これ100円って安いでしょって思いました。全然ナノブロックと遜色なく、普通にナノブロックと同じように楽しめました。制作時間はこれ作るのにね大体30分ぐらいかかりましたね。サクサクっとこう作ることができました。結構楽しめるのでこれおすすめなのでね、こういうパズルとか好きな人は100均のダイソーに行って買ってやってみてください。ではさようなら。